とおっしゃられるのでしょうか。可能だ。話がうますぎる。なぜそこまで当然の疑問だな。理由の一つは物品で支払ってほしいというのが二つ目の理由。この国の全てのルーン交渉を我が国にま交易を求める相手の国民を奴隷に。私はルーン交渉を招き我が国で相手を最優先でお売りするというのはどうでしょう。ダメだな。リターンが少なすぎる。ルーン技術を我が国に独占させるいるのだぞ。申し訳ないですが先ほどの待合室でお待ちいただくを出させていただきます。ふん。なんじゃありゃ。どえらい化け物じゃないか。わしも武具を渡すなど断固反対じゃ。何よりあの体では酒が飲めんじゃる。やはり酒を飲めん相手はどうも信頼できんわ。クワゴアたちをどうにかできなければ国が滅びます。そして今我々を救ってくれるのは魔導王陛下しかおりません。